将来のエース候補と大きな期待が寄せられた一方で、問題行動で何度も話題となったザック・プリーサック選手、ブルワーズなどで通算1064試合に登板した名投手で、現在は解説者を務めているダン・プリーサック氏をおじに持ち、2016年 MLB ドラフト12巡目、全体362位でクリープランドインディアンス、現ガーディアンズから指名を受けプロ入り、2019年に24歳でメジャーデビューすると、同年はいきなり8勝を挙げるなど、大気の片鱗を覗かせました。さらに短縮シーズンとなった2020年には、8試合に先発して、防御率 2.28 とさらなる好成績をマークしましたが、コロナ禍での外出禁止令に違反したとして、遠征先から自宅へ強制送還される事件を起こしています。その後、2021年は25試合に先発して初の2桁勝利となる10勝6敗を達成したものの、防御率は 4.67 と悪化しました。さらに昨季は3勝12敗、防御率 4.31 と大きく負け越し、9月にはマウンドを殴って右手を骨折。今季ここまでも6試合に先発して1勝1敗、防御率 7.59 と不振が続いていました。